私は女優、26歳。いつからこんなことを始めたのかしら。今キャメラが回っている、みんなが見ている、目、無数の目が私を見ている。あなたにとって映画とは何ですか？私はその中に生きている人間です。客観的には答えられないわ。あなたはなぜ女優になったのでしょう？他人の人生を生きてみたかったからです。嫌いな役は？幸せな女。だってそれは喜劇的でしょ。私は18歳の時、心中して生き残った女。行かないで、どこへも行かないで、私のそばにいて。あなたにとって人生とは何ですか？愛しいものを一つ一つ失っていくことね。あなたの好きな言葉を一つだけ挙げてください。ノー。どんな時でもノーと言える勇気を持つこと。嫌いな言葉は？分かったわ。私自身にも分からなかった。どうしても映画に出たくない理由が、それが今の今まであなたが原因だと思ってたの。でも違うわ。あれよ。リエさんは寝てたわ。体に何もつけない。男はベッドのリエさんに近づいた。彼も裸、身には何もつけていなかった。君だ。男にこうして抱かれていたのは和森祥子自身なんだ。裸のまま走ったわ、寝室の外へ。あなたは笑ったわ、走りながら笑ったわ。いやらしいみだらな声。いやー。映画があなたにもたらしたものは何ですか？女優になったこと、女優であること、女優であり続けること。役を演じているとき、あなた自身の私はどうなってるんですか？その場合、私は何もないのね。何もない、空虚の一言。